ちょっと待って。何？ついに。おどうした？俺。引いたよ。何した？大場くんの実家。おう。さあ、いざ。変えようよ。この番組はですね。こういうスタイルなんです。ねえ。やりますか？やりませんか？やりません。やりなさいですか。懐かしいな。集大成ですよ。集大成。集大成がさ。うん。何今から今何なんて今からなのなんて書いてあるよえなんて書いてあるうバカだろマジでいやクソバカだな見せなさいバカだな本当にラストはやっぱり日本一でしょまあさ、うん、君面白いよいやあんた面白いよならずならず結果出れんかったね出れんかった途中でヒッチハイクしてるっていう技もあったんですけどね結構さそれを楽しみにしてる川口さんのファンの方もいらっしゃったんじゃないですかねぶちかまなりましたああついに出るか1回ぐらいはさ、うん、リアルに絡みあるんじゃねえかっていう残念だねリンクアプリのスポット機能を使用し浜松お笑い芸人大場くんが浜蔵ブログを利用している方のところへ行きわらしべ長者をしながら遠州地区を西から東へと横断大場くんの実家へ素敵なお土産を持って帰ろうというインターネットとリアルを融合したローカルヒューマンバラエティ番組果たして大場くんは素敵なお土産を持ち帰ることができるのかの麓の皆さん、わらしべ TV だよ。声晴れい。わらしべ TV だよ。驚くでしょうね。あね。何それで、ね。何それですよ。はい。到着しました。最終地点はいねえ、わかりますかはいどこ阿波ヶ岳です違います違います皆さんね、ご存知の富士山でございますねえ最終目的地謎のね、ボルダリングの時にね背中に背負ったものを今また背中に背負っておりますけれども ねえよく来ましたよ来たよなんかいい感じで太陽がいい逆光になってんじゃないですかこれおーすげえぜ、ね、ここは山梨県ですよねえ皆さん分かってますか最後の最後に遠州横断行くぞ大場君とわらしべ長者ですよ、の最終どんだけ横断しちゃったんだよまあね、僕あの時にね、ジョーが引いてしまったのがね、運の月ですからあそこからだったらね、もうね、10分ぐらいでね、家着いたんですでしょうねそうですよでしょうねすぐ終わったんですけどもね、高速道路に乗りああ、ね県境を越え、うん、ここ、富士山家でね、真中湖ああに到着いたしましたのでいたしましたね長かった長かったいろいろ長かったですねでもう、ここで富士山来て、はい、もうあとはおばくの実家に帰るだけなので最終的な、うん、わらしべ品、はい、何でしょう、はいこちらですね、はい、セントクロワールさんでいただきました、金粉入りの、はい、シャンパンでございますシャンパンシャンパーニュでございますね、はい、それと、はい、まあね、最後飾るにふさわしいんでしょうね、うん、結局、はい、私、裏ミッションでお嫁さんも獲得して実家に帰るという流れだったんですけどもね、はいこちら、はい、幸せになりたきりは結婚式を挙げなさいとドンピシャだねドンピシャだ、今の私を、ね、表す本をね携えて持ち帰るとこれで私がゴールを迎えると
ということでね、まあ良かったんじゃないですか。良かったね。結局長い旅もね、そうちょうどいい白物で ね。そうです。なんか落ち着いてんなマジで。落ち着いてんな。もうせっかくなんで、まあシャンパンじゃもう開けちゃいなよ。開けていいの？富士を背にシャンパン開けちゃいなよ。シャンパンファイトしていいの？シャンパンファイトはしちゃダメだけど。ダメ？シャンパンファイトしちゃダメ。ファイトしちゃダメ？結構観光客のしてるからさ。ダメだよ、大クレーム言ってたから。こちらのね、素晴らしい。ちゃんとね、こう見えますか？ピントをね、はい。こうだ、こうか。金粉入って。そうなんです。おい、めでたいぜ。めちゃくちゃめでたいよ、これ。めでたいぞ。金箔が舞う至福の時間って書いてありますからね。日本一めでたい山戸。まあここでシャンパン開けるやついねえもんな。ザ・ゴールですよ、ザ・ゴール。いや、それにしても寒いな、おい。寒いよ。寒いな。寒い。いや、だったじゃない。これ何やってんだろう。わかんないよ。意味わかんないだけど。ただ一つ言うのはロケーションがすげえっていうね。いいよね。うん、おー、大事だ。ちょっと信じらんない。俺が信じらんないよ。みんなびっくりだよ。せーのかと思い。もう誰も予想してない。ああ、こうどうやってもう飲み切って帰れよ。全部？まあせっかくなんで、もう開いちゃった。開いちゃった。せっかくなんでね。はい、じゃあおばくん。ゴールおめでとう。このまんま。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールしました。ね、お疲れ様。拍手喝采の坂。どうだ。あー、お酒苦手。でも美味しい。美味しいね。でも富士を見てありがとうございます。 お疲れ様。ゴール迎えることができましたね。長い旅だったけど、いやー効くなー。ね、でもせっかく生ぬりシャンパン。でも大場くん、はい、もう一人どうせならやっぱり、うんうん、一言言いたい人いるでしょ。最初から最後までね、この番組応援してくれて、うん、そう、エンディング曲まで提供してくれたね。そうですね、密かに応援してくれてた、あの方、おつなぎしていいですか。せっかくならもうね、うん、つなげちゃいなよ、このビデオ通話でね。ああ、本来ならね、現場に来て欲しかったとこですかね。場所が場所ですから、来れません。っていうかさ、シャンパンしくじるやついるか。シャンパン勝手にパーンな。そんなことあるの？しょうがないじゃん。道中でもう揺れてたから。シャンパンも怒ってんねん。怒ってた？もう、ああ、こんなとこ連れてきてって。ああ、いさあ、呼び出しているのに出ない。出ない、ね、誰だこの出ない人は、ね。まあ、いずれかけ直してくるでしょう。いいですか、一回じゃあ一回切りましょう。もうそれ残りをじゃあ家帰ってちゃんと、うん、そうするわ。実家でお土産にしてください。ちゃんとね。ああ、はい。いやー、じゃあ、まあね、振り返ってみてください。どうだった。まあ約1年ですか。1年かけて新所原をね、まあ元々はメディア浜蔵のね、あ、来ました。来ました。これはこれでタイミング悪いぞ。よしよし。でもこれテレ、あれビデオじゃないよ多分。ビデオ？ビデオじゃない。もしもし。もしもし。あー、どうも。これ今テレビではできます。あー、もしや。あー、どうも。あ、できます。見せて。すみません。はい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 。じゃあ一緒に入んねや。どうもどうも。どうもどうも。これは、これはこれは。ふちさんじゃないですか。なおのひいさーさんじゃないですか。もしもし。もしもし。つながってますか。あ、つながります。はいはいはい。つながりましたね。はい、つながりましたね。今ちょっと再度つなげ、中継しな、押しました。はい。ラミさーん。どうもー。どうもー。あー、よかったよかった。よかったよかった。繋がってますね。繋がってますね。ええ。で、まあ今見事ですね、大場くん。はい。無事に最終目的地に着きまして。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、川口さんあってのこの番組ですから。はいはい。ね、かけて支えてくれました、川口さんにね。ね、もうテーマソングを担当していただきまして、ありがとうございます。
で、私たちが最終的にたどり着いたところ、大場くん、教えてやって。いいですか？はい。いきますよ、はい。ちゃんと見てくださいね。こちらです。教えてやってください、大場くん、今どこか。長口さん。はいはい。富士山です。おめでとうございます。おめでとうございます。ね、散々ね、川口さんがね、そばにおいでよって歌ってくださってたんですけども、我々どんどん離れて、うん、静岡を越えて山梨に突入してしまいました。富士山は山中湖にいます。予想外の展開。そうですね、うん、まあせめてね川口湖だったらよかったんですけどね。山中湖にいます。どういうことなんでしょうね。これはね本編を見てお楽しみいただければなと。川口さんも仰天の思いますん で、はい、で誰も予想してなかったエンディングですので。本当にね、いや本当ね、お世話さ、ここが一応最終目的地です。で、はい、ありがとうございます。最終的なわらしべの品物がこちらです。あ、最終的に私が持ち帰るのがこちらですね。あら、シャンパンと、はい、こちらの幸せになりたければ結婚式を挙げなさいと。今の私に一番ふさわしいものが。あら、そうなんですよ。なるほど。ええ。川口さんもね、電話ではね、うん、あのアポ取った時は、はい、今日ね駆けつけてくださると。で予定だったんです。予定だったんですけれども、どうやら無理だと。富士ですから。そうですよね、本当は来て欲しかったんですけど。そうですね、もうじゃあ後でね打ち上げやりましょう。打ち上げ。で、まあこれで大場くんの旅は終わるわけなんですけど、うん、ぜひやっぱりね、そばにおいでよ大場くん。ね、ちょっと生の、ね、だいぶ遠い、遠いですけどね。もうここ生で歌っていただけると、番組がこう盛り上がるというか締まるんじゃないかと。わ、ね、かりました。はい。ありがとうございます。このアングル何？ね、このアングル何？謎の。富士さん隠れちゃうな。富士さんちょっといます。ポジション取りしますのでちょっと待ってくださいね。はいはい。じゃあ準備しておきますよ。お願いします。私は？なんだこの絵は。俺、そしてシャンパン飲んだ方がいい。そうだね、そうだね。謎の謎のほら、シャンパンも片手に。シャンパンをね、同じぐらいの距離でいいよ、顔と。そうシャンパンを右手に、おい、左手に iPhone を。違うよ、グチさんですよ。グチさんを持ち、おい、なんだよこれ。じゃあ、川口さん、準備は整いました。わかりました。川口さんのタイミングでお願いします。わかりました。じゃあ、1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。え、急にね、あの湖が荒れ出しましたけど。ありがとうございます。はい、それではじゃあ最後にエンディングテーマ流れてました。はい、そばにおいでお送りします。はい、お願いします。持ってるから乗れないんだよこれ。
おはようございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ亀さん、またお会いしましょう。いいね。じゃあ大場くん、はい、お家帰りますか。帰ろうかね。帰りましょう。帰ろう。帰りましょう。じゃあ最後は、おい、なんすか。さあ向かって、おいおい、ゴールしたぞー。わらしべ大成功って出てるのかな。出てるよ。わらしべ大成功って、大成功って出てるよ。いやー、よかった。よかったね。ありがとう。よし、お疲れ様。よし、ありがとう。みんな、みんなに一言最後ね、うん、まあ約1年間お世話になりましたね。おい、おい、どうした。いや、辛い旅だったね。そうね。泣くとは思ってなかったけどね。いいエンディングじゃないか。そうね。おい、芸人、泣くのはまだ早くねえか。お家が待ってるぞ、お家が。なんそれ。いや、たくさんの人に支えられてて、まあ、短い間でしたけども、まあ、あとチャーベルさんにはお世話になりました。いい、いい、いい、いい。いやー、いい経験させてもらいました。いい、よかったね。ありがとうございました。たくさんの人に出会えたからね。はい、あ、よかったね。はい。おい、最後面白いこと言えばか。やべえ、泣くと思わんか。まあね、過酷な旅でしたから。そうっすね、うん、多分みんなが思ってる以上に過酷でしたからね。いや、本当ありがとうございました。もうくそーくそー、もうね、よくわかんないわ。よくわかんない場所にいるし、わかんないけどね、また何らかの形でまたチャーミーさんとなんかできればいいなと。やりたいね、過酷な番組ね、思いますんで。本当に見てくださった方、出てくださった方、本当にもろもろありがとうございました。まあなんとなく成長はできたかなと思いますんで。おい、泣かせるな。おい、また面白くなって帰ってきたいなと。ほら、あとみんなを求めてるのはあなたが活躍してるとこだけですから ね、まあ、ね、うん、そうなんで。いや、ありがとうございました。お、ありがとう。よっしゃ、お疲れさん。よっしゃ、では最後に一杯ぶかっていって、帰るぞ、お家。帰りましょう。キクも帰るぞ。おい、これ車寝るな。じゃあみんなありがとう。ありがとうございました。バイバイ。オッケー。おい、泣くなよ。ずりーぞ。いや、ダメだよな、いちゃ。泣くと。もらうとこだぜ。もらうとこだぜ。いやー、じゃあ、はい、お疲れ様でした。いや、長い旅でした。はい、運転ご苦労様でした。いえ、お疲れさん。うえうえ。じゃあ、帰ります。ちゃんとお土産、 お母さんにも、ね、お父さんにも渡してくださいね。あの飲みかけの、うん、飲みかけとまだ読んでない本を。じゃあね。はい、ありがとうございました。バイバイ。よっしゃ、じゃあまたどこかで、おお願いします。よっしゃ。
垂らしたんですか。これで魚が釣れちゃうんです。俺ここにいてモザイクだったらさ、お貸しください。いや一番大きいサイズ、一番大きいサイズ。これに入れるっていうの、まあ、差し替えできますよ。愛して輝く日々も届かなくて一人涙の夜が来る。あれ今あります。じゃあなんとなく大事にしてください。サムライドワッチメンジョー、いいなぞ。これがシャイニングレッド。まずこの素足がね、気持ち悪いです。お刺しょ、うん、天狗がもう痛いですね。だいぶカットしてもうやったけどやらず怖いパンケーキとかもあるんですよ。パンケーキとかもあるんですよ。本当だよ。どうするの？これをじゃあ、いや、これは無理だから。はい。これはね、しょうがない。確かに。いや、まあ、これこんだけはっきりしてるからね。やっぱりね。みんなの笑顔だもんね。あれ無理だ。はい、かっこいい。俺こういうのが好き。楽しい。探して、探して。配信も来てるよ。あ、なんでもいい。サンチャリ食べたい。どうなるでも富士山来てきたい。厨房あれでもあれも楽しかったから。この人ね、個人情報自分で音もやってくれるんですね。はい、すごい笑顔で NG だったね。カットだよ。はい、来ました。鎧だけにね、鎧だけにかまない。ありがとうございます。どうかいます。最後ね。いい涙出るんだ。やべ、やり通すっていいね。ああ、危ね。あ、いや、アウトだよ。泣くとこだった。アウトだよ。完全にアウトなんですよ。びっくりなんですよ。泣くとこだった。泣くとこだったね。泣く手前だったね。よかった、今リハーサルで。リハーサルでよかったよ。もう湖が、うん、年だから涙もろいんだよ。もういい加減にしてくれよ。いや、僕たちね、今までずっと二人の写真全然ないから、うん、せっかくなんでこれ富士を背に、そうね、一個撮ろう。あとでキャプチャーで切り取ります。はい、はい、はい。